優勝戦2号艇の西島よし選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。準優勝戦は1コースからコンマ一号のスタート。しっかりと逃げ切っての一着で優勝戦進出ということになりました。準優勝戦振り返っていかがでしたか。そうですね。まあ、甘くられないように、まあ、タンマークを埋れないようにって、はい、ちょっと寄りすぎて、まあ。 刺されかけたんですけども何とか逃げられました、はい、末永ラ楽選手がまくってきましたけれどもしっかりと受け止めて逃げました、はい、今節トータルしての足の仕上がりなんですけれどもどんな感じでしょうかえっと、ね、だいぶ横はなってるんですけど、はい、まあいつものように、回り足というかあのターンのしやすさというのがきてないのでそこがちょっとあの足りてないですね。はい 行き足は来たけれどそのターンのいつものぐーっていうのがなと予選道中からおっしゃってましたもんね。はいはい、その状態というのはこの準優勝戦は少し改善されたんですかまだそこは残ってるいやまだちょっと足りてないと思います、はいはい、では最後の一戦にもうそこ一点に絞って調整ですかね <laughs> そうですね、まあ、まあだいぶやったんですけども、まあ、プロペラの微調整になると思います、はいはい、枠は2枠ですからもう一番大事な足ですもんねそこが。はい はい、スタートはもうバチッと決めておられますから、そこは大丈夫ですね。はい、スタートはまあ10から15の間を全速できればいいかなと思ってます。はい、では最後の首調整に期待したいと思います。はい、今年はこれが9回目の輸出で4回目の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、えっと、レース失敗しないように、しっかりダウンマークを回りたいと思います。応援してください。